ですからこのジムに行くときにトレーニングしようというよりはワークアウトしようっていうふうに考えてもらうとですね、仕事をできる人間になると思います。8月1日13時からですね、私と山本義則、山沢さんの3人でですね、イベントを開きたいと思います。この3人でイベントをやるのはですね初めてですので、ぜひ、ご参加ください。なおですね、 Zoom での、オンラインの参加はですね無料ですので、当日来れない方や遠方の方はお気軽に参加していただけると、いい情報が聞けると思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。内容はですね、パーソナルトレーナー、3人ともパーソナルトレーナーをやっているんですけども、なぜ私たちがこのパーソナルトレーナーをやっていけて、それで生活できているかということをですね、どんなスキルがあってどんなことをやってきたから、ここまで来れたんですよっていうのをですね、みんなでこの3人で、それをテーマで話していって、いろんな展開を楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひご参加の方を、してください。北島達也です。今回はですね、仕事ができる人はウェイトトレーニングもうまい、筋肉をつけることがうまいということについて話したいと思います。なぜ今回このようなテーマをやろうかと思ったかといいますと、最近ですね、書籍とかで結構社長が出しているウェイトトレーニングの本とか、筋トレをやると経営者として成功するとか、そういう書籍が流行っているようで、結構この本当ですかっていう、仕事できる人って本当に筋トレうまいんですかとか、筋トレは本当に仕事ができるような人間になるのに有効なんですかっていう質問を結構ですねいただいたので、ここをテーマに話をしていきたいと思います。まずですね、この話は私は本当だと思います。なぜなら私はですね、パーソナルジムを原宿でやってるんですけども、ここの会員さんで来る方は、経営者の方が多いんですけども、特に結構成功している方ですね。で、皆さん、僕はいろんな人を今まで多く教えてきたんですけども、やっぱり仕事ができる経営者の方はかなり飲み込みが早いですね。これは確かです。ですから体が変わるのもすごい早くなってきます。なんでこれが仕事ができる人が早いか、これはですね、共通点があるんですよね。仕事もロジカルでなければいけない。ウェイトトレーニングもロジカルでなければいけない。ロジック、仕組みですね。この論理的っていうんですか。なんでこれがこうなるかっていう仕組みがちゃんと成り立っていないといけないわけですね。それは当然経営であれば、もちろんただやろうっていうきっかけが大事なんですけども、やり始めたら、この物事は何のためにやってるかっていうことがちゃんと理解できてて、正しい方向に向いてるか、でちゃんとこれはワークしてるのか、ちゃんと機能してるのか、これは果たして正しく機能するものなのかっていうのを考えながら、計画を立てて実行して、ちゃんとその実行が合ってるかというデータ取りをしたりとかしてね、やっていかなきゃいけないわけですね。これが全くウェイトトレーニングについても同じことが言えるわけですね。まず、ウェイトトレーニングっていうのは筋肉を鍛えて筋肉を大きくしたいわけです。で、さらに言えば、またかっこいい体をしたいわけですね。この時に、ただ運動をやるだけじゃなくて、なんでこの運動をやらなきゃいけないか。例えば、上腕二頭筋、力こぶを出すときにですね、力こぶを出したいとなったら、じゃあこれはダンベルカーブでこういうものをやりたいってなるわけですね。こういう運動をするのに、なんでこの運動がここに必要なのか。これはですね、この筋肉が伸びて縮めばダンベルが上がるわけですから、より重い負荷をつけてあげれば、この筋肉は、必要になるので、もっと太くなると。でもっと言えば、力こぶの部分ですね。これは内側にある筋肉の外側と違うんです。内側がここから見えてくるわけですね。この時に内側の筋肉を使うようにするためには、この小指側の方で巻き込む。で、こっち側のサイドですね。こうなってくるとこっち側を使うので、こっち側を使う。こうやってロジックが成り立つわけですね。ですから、このように考えて行動するということがですね、仕事にとっても同じようなことが言えるので、仕事で普段そういう経験をしている方が今のような説明を聞いたときにちゃんと実行ができるっていう人が多いんですよね。じゃあ仕事ができなかったら筋肉が大きくならないか。これはそういうわけではないですね。僕もやっぱり選手の時はなかなかお金困ってた時代とかもあってですね、結構この仕事ができないと全てなんか否定された気分だと思うんですけども、これはですね、まずワークアウトのウェイトトレーニングをやることで逆に解消することもあります。どうしてかというと、このことをやることによって筋肉が大きくなってくるっていうのはですね、小さな成功の積み重ねなんですよね。
これをやることによってこれがうまく機能したから成功した、これをやったから成功した、これをやったら失敗した。失敗してもウェイトトレーニングっていうのはですね、大して問題ではないわけです。まあ選手だったら大変なことになりますけど、一般の人がやじゃあ今日からウェイト始めようっていう時にですね、失敗したら全財産を失うか、そんなことはないんです。仕事だったら全財産どこか借金が出てくる可能性もありますけど、この小さな実験をいっぱいできるわけですね。でその小さな実験の積み重ねで成功である。で成功すると、自分の気持ちもちょっと自信がついてくるわけですね。そうすると過去の成功例がある、例えば社長さんとかいうのは一回倒産したとしてもまた成功する場合が多いんですね。これは過去に自分が成功した自信があるからまた成功するだろうという自信と、あと過去にやった経験があってこういうプロセスをたどるとこういう結果が出やすいっていうのが分かってたわけですね。ですから成功のプロセスっていうのは見えてくるんですけども、筋肉を鍛えて成功させてあげると、その経験経営とかも経営してなくてもその成功のプロセスっていうのが見えてくるわけなんですよね。ですから何もしないで、何もしないってことですね。あんまり今ちょっとお金もないし経営もしてないから筋肉つかないかっていうと、そうじゃなくて逆にウェイトリングをちゃんと正しくやってあげることで成功の方程式っていうのが分かっていくと思うんですね。これジムで外国人がワークアウトっていう言い方をするんですけど、これはどういう意味かっていうとですね、ワークっていうのは仕事とか、あとワークすると機能するとかですね、例えば車が故障してエンジンがかからなくなった時に直して動いたらワークしたっていうワークエイジとかいうわけですね。でこれアウトっていうのはこれは表に影響すること、つまりウェイトレーニングをやった結果が体が良くなるという結果につながっていることをワークアウトっていうわけですね。ですからこのジムに行くときにトレーニングしようというよりはワークアウトしようっていうふうに考えてもらうとですね、仕事をできる人間になると思います。で体も成功すると思いますので、ぜひ明日からジムに行くときはワークアウトしようと言ってジムに行ってもらうといいと思います。じゃあまた。以上です。完璧です。どうなんだろう。